皆さんこんにちは。リコーダー奏者の吉澤実です。まあ皆さん、このリコーダーという楽器なんですけども、昔は縦笛って言ってました。で、最近になってリコーダーなんですけども、そのリコーダーという言葉は一体どこの国の言葉か分かりますか？どこでしょう？イタリアかな、ドイツかな、イギリスかな、フランスかな。何語でしょうね、リコーダー。ねえ、この名前は実はイギリスの言葉なんです。で、スペルはレコードプレイヤーの、いわゆるレコーディングの、ね、テープレコーダーのレコードと、レコーダーと同じなんですけどもね。不思議でしょ。の名前の由来は面白いんですよ。まずこのリコーダー、ドイツではね、ブロックフレーテって言いまして、ここにブロックが入ってます。で、ブロックをはめて、ここにこうはめて音を出す発音機構なので、ブロックフレーテって言います。発音機構からですね、非常にこうグデンタックっていうような感じで、非常にこう子音が立つ。例えばバッハのブランデンブルク、でフランスではここがくちばしの形をしてますよね。くちばしの形、これをアベックって言います。で、フリュートだからフュートアベックっていう、くちばしの形をした笛っていう、こうビジュアルから来て、ね、フランス語みたいでしょ。イタリアでは、これちょっと昔のイタリアの楽器なんですけれども、非常に甘い音がするんで、甘いフラウトの甘いドルチェ、フラウトドルチェって言っています。お国柄が、ね、出てますよね。で、実はこの笛の音色はその国とその国の歌声に似せて近づけて作ってるってことが分かりますよね。名前、そして音色、それぞれの国がそれぞれの特徴があるっていうことが分かりましたか？で、リコーダーというのは昔の古い英語なんですよね。まあ、シェイクスピアのハムレットの第3幕の2番に登場しますね。で、リコーダーっていうのは、まあ、つまりパイプと、まあ、言って登場するんですけども、ハムレット曰く、この笛の中には、このパイプの中には素晴らしい音楽が詰まっているんだよって、素晴らしい音楽がいっぱいあるんだって、リトルオルガン、ちっちゃなオルガンなんだよってハムレットは言っています、ね。まあ、当時非常にこのリコーダーが、イギリス、まあ、ヨーロッパ全土で多くの人に親しまれていたことが分かると思うんですけれども、そのリコーダーというのはでも録音する録音機ですよね。なんでそれが一緒になったかよく分かってないんですけども、昔リコールドという名前で、イギリスに、イタリアから輸入した王様がいました、ね。ヘンリー4世かな。で、そのあたりでリコールドという言葉が残っているんですけど、それがリコーダーになったかも分からないし、ちょっとまあよく分かってないんですよ。で、ただ面白いのは、こういうちっちゃなリコーダーですね、バードフラジオレットっていうんですけど、小鳥にね、まあ、これで歌を教えていたんです。これでちょっと吹いてみると、小
小鳥の音をしますよね、こことかさえずりですけどね。でこれでもね、もともと増減なんですけど、だって吹けたりするんですよ、ね、でもこれは大体ミニチュアなんですけど、当時はこうして前に1、2、3、4つ、後ろに2つ、あ、穴があって、でこれでまあ吹いていました。これでまあこれも同じなんですけども、ね、こんな感じでね、本当にたくさん残っていまして、でこれ面白いんですよ。こんな非常にちっちゃいんで、中にね、水滴が詰まらないように、こういう海綿をね、ここにこう入れて、で海綿ってわかりますかね、これ英語で実はこれ海綿のことはスポンジって言うんですよね。でそれで吹くんですけど、こういうふうにして小鳥に歌を教えていたんですけど、これがそうなんですよ、ね、1717年にロンドンで出版された小鳥愛好家の楽しみという、ね、曲集なんですけども、この中にリコーダー、このちっちゃなバードフラジュレットを使っていろんな鳥に教えるための曲がいっぱい詰まっています、ね、当時のイギリス紳士たちはここでたくさんのメロディーを教えていたんですよね、楽しんでいたんですね。例えばこんなメロディーを教えていました。可愛いでしょ。でまだたくさんあるんですけども、カナリアのための曲、スズメのための曲、スズメが覚えるのかなと思うんですけども、多分スズメのさえずりのような曲を、まあ、ムクドリとか、ウソドリですね、ウソドリがとっても覚えたようなんですけどもに教えていたんじゃないかなと思います、で小鳥にメロディーを記録する、リコードする、リコード、リコーダーとなったらしいんですけども、これもよく分かっています。でも関係がありますよね、きっとね。でイギリスではリコーダーという言葉にこの楽器の名前が定着したんですね、フランスではフリュートアベック、くちばし、ドイツではブロックをはめて音を発音する、ブロックフレット、発音機構から、そして、イタリアでは甘い音、フラットドルチェと、イギリスではリコーダーと名前になりました。大体この楽器が、ヨーロッパ全域で皆さんに愛好されていたことがよくわかりますね。